耳ではなく骨から音を伝えて聞く骨伝導、実は古くから知られていました。あのベートーベンは口に加えた棒をピアノに押し付けて、またエジソンは蓄音機に噛みつき骨伝導で音を聞いていたそうです。私たちは耳だけではなく体全体で音楽を感じているのですね。人を幸せにするために音楽は伝わっていく。電気もそうありたいと思います。ずっと先まで明るくしたい九州電力。北海道から沖縄までタクシー約7000台、年間約4500万人の方にご利用いただいています。笑顔を乗せて約50年、ドアからドアへ心のこもったサービスを。第一交通産業グループ、ただいまタクシー乗務員募集中。住まいのトータルサポート、三井産業株式会社です。部屋を借りたい方、部屋を貸したい方、住まいでお困りの方はいませんか？そんな時は私たちスタッフにお任せください。あなたの住み替え応援します。小倉店松藤大川でした。ぜひ一度ご来店ください。小倉店は小倉北区今夜町三井生命ビル1階、電話 541-0392。 八幡店は八幡西区岡田町 645-0392。 不動産のことなら三国産業へ。78.5FM 北九。さて時刻は6時9分へと向かっています。お届けしていますのは FM 北九、九州電力プレゼンツわっしょい北九をお届けしておりますが、このサテライトスタジオにお客様がお越しになっております。美しい方と、そしてイケメンが来ているので私少々ドキドキしておりますけれども、では自己紹介をしていただきましょうか。会社名とお名前を、ではレディーファーストでよろしくお願いいたします。三国産業小倉店出口です。よろしくお願いいたします。お願いします。三国産業小倉店の近藤隆二と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。お若い2人、三国産業株式会社小倉店から出口さんと近藤さんということで、はい、このわっしょい100万夏祭りも23回目ということなんですけれども、そんなにもう。そうなんですよ。まだ生まれる前じゃないですか、もしかしたら。僕が今年25なので、じゃあ2歳ぐらい。私も今年26なので、私もと、あと一緒に言いたい。ダメですか？NG ですね、はい、ちょっとダブルで行きそうな感じですけどもね。このわっしょい100万夏祭りは毎年来られてますか？毎年僕は来てますね。そうですか。僕は地元がオリオなんですよ。なので、もうちっちゃい頃から来てます。はい、2歳の頃から。第1回目からですね。23回連続すごい。もうそれ言い過ぎました。解禁賞で何か、ね、もらえるかもしれませんね。あ、今日ありますか？じゃあ私のハブなんか。あ、わかりました。いかないですね。はい、はい、引っ張りしますね。出口さんはどうですか？このワッシュ100万夏祭り。私は祭りの、じゃあ、楽しみ、こういうところが楽しいぞと。じゃあもうこれはちょっと今日は伝授しようかなと。はい、祭りの楽しさを近藤さんが伝授して、はい、黒帯を渡すと。はい、そうです。ですね。はい、夏のでは楽しみというのは、お祭りの他にもいろいろなことがあると思うんですけれども、では近藤さんの夏の楽しみといえば。いやー、やっぱり夏の楽しみといったら、まず花火ですよね。はい、花火ですね。はい、このわっしょい100万でも明日、8日に花火上がりますけれども。花火を追っかけて。そうですね。もちろんビール片手に。なるほど。はい。いいですね。出口さんの夏の楽しみといえば。夏の楽しみは、阿蘇とかに、はい、おもてしドライブに行って、キャンプして。阿蘇とか行っちゃいけないですよね。そこでね、黒線でライ
いや、何も入ってないです。あ、そうですか。飲まれてないです。こういう感じ。あ、そう。ドライブに行かれるという。そうですね。気持ちいいですよね。気持ちいいですね。はい。今日も僕、お仕事で熊本の方まで。はい、ラメの方まで行ってたんですけど、え、熊本とラメ、はい、違います、ね、あ、ごめんなさい、まあ近いあラメと熊本、ラメは福岡県ですね。そうです。私が社会で勉強したところによると、はい、ラメは福岡です。まあ、あの辺はもう平野が多くてですね、はい、なるほどね。もうお茶が取れません。お茶飲んでます。はい、そしてこの、出てくださるということで急いで帰っていく、はい、そうです、はい、というのも、会社の宣伝をしなくちゃいけないの で、 そうです、ね、ラメからすっ飛んで帰ってこられたんですけども、はい、普段はどんな、はい、お仕事されてらっしゃるんですか、本さんは。はい、じゃあ私の方から。私、はい、テナントの、まあ、不動産仲介をやっておりまして、はい、まあ、例えば飲食店とかのお客様が、まあ、ここで商売やりたいとかいう形になれば、はい、まあ、その不動産のお手伝い、引っ越しのお手伝いとかですね、はいはい、お客さん、いい物件ありますか。あります。なるほどですね。この物件いいですよ。やっぱりそこは、はい、お客さんが立ち寄りやすい、流行りやすいような店、ね、場所っていうのは、はい、プロだから分かるんですよね。いや、もう、やっぱり飲食店とか特に、はい、場所が命と言われておりますので、本当に非常に、まあ、される方はもう自由主の方ですから、はい、もうその方の人生かかってますから。そうですよ、はい、もう全財産を持ってこうやって近藤さんのところに来るわけですから、はい、でも三國産業さんでもプロが揃っているので。そうですね。儲かる場所を教えてくれると、はい、そうです、いいですね。私にもこっそり、あ、他の人に言わないようなところを教えてくれると。はい、終わりして。ありがとうございます、はい、では根岸さんはどんなお仕事を。私はですね、そうやって入居されたテナントさんであったりとか、はい、やっぱり引っ越しとか新しいお家に行くのはいろいろ不安もありますけれども、そこでプロの意見が聞けるっていうのは。そうですね、はい、特に住まれる方なんかは、はい、火災とか起きた時もありますので、あの保険には必ず入っていただかなければならないんですね。そうですよね、はい、ついついね忘れがちですけれども、はい、保険、はい、はい、そういう手続きも全て教えてくださるんですね。そうですね、はい、はい、はい、ですね、で何かテナント、私に教える以外の情報が何かあるんですか。ちょっと今日は2物件ほど。20件、あ、2物件、2物件、2物件今から20件ずっと、はい、9時ぐらいまでやるかと思いましたけどもね、はい、ちょっと2物件ですね、ちょっとご紹介したい物件がございまして、はい、非常に僕の今のおすすめ物件、おすすめ物件ということなので、店を出そうかなと思われる方ぜひお聞きになってください、はい、おすすめ物件でございます。はい、じゃあまず1軒目なんですが、はい、場所が、小倉北区京町3丁目、10-20。京町いいですね。もう駅から歩いて徒歩3分と。長い足だったら、はい、もう多分3歩ぐらいです。なるほど、近藤さんだったら3歩です。僕だったら3歩で着くんですけど、出口さんですか。結構5分ぐらい、5分ぐらいかと思うね。ありがとうございます。風が強くてちょっと明太子が落ちてた。どうもありがとうございます。お嬢さんどうも、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そして、はい、3丁目の10-20ですね。はい、物件のお名前がですね、はい、アンビエンス小倉駅前という物件になるんですが、はい、まあ、2階部分がですね、今空いておりまして、はい、広さが大体27坪。27坪、はい、はい、で賃料が21万ですね。27坪で21万。はい、この小倉駅近いですからね。もう非常に安いです。お参りすれば、はい、儲かる。儲かる、儲かります。近藤さん一押し。一押しです。まあ美容室の方とかですね、はい、まあ、そういった方に、まあ、入っていただければ、まあ、駅前に集客力もあるかなと。なるほどですね、はい、2階だと景色もいいですね。そうですね、ありがとうございます。京町3丁目10-20、アンビエンス小倉駅前。はい、それから、はい、あ、もう19件じゃなくてもういいですね。今日は写真を持ってきました。あ、なるほどですね。ムービーということで、はい、はい、はい、どうぞ。まあ、こういった見えますか。見えますか。綺麗ですね。はい、はい、これ私みたいです。あ、もう上が住居にもなってます、ね、あ、そうなんですか。これはどこにあるんですか。はい、これは京町の。すごい綺麗ですね。1階今花屋さんが入っておりますので、はい、まあ、多分すぐ行ったら分かると思います。1階に花屋さんがあるビルをぜひということで、はい、どうしたかな、ちょっと見てみようかなという方はぜひ三國産業株式会社の小倉店まで来ていただければと思います。お願いします。はい、そしてもう1件が、はい、でもう1件がですね、はい、
場所が、小倉北区大畑3丁目ですね。はい、大畑3丁目。はい、敷地内のガストさんが知っております。知ってます。よく行っております。私も出没するところです。あ、そうですか。はい、もともと某池田さんが入ってた。あ、某、はい、そうですね。T がつくとこですね。 T さん、はい、かなり広いところです。そうです。はい、はい、広さがですね、はい、まあ1階2階あるんですけれども、1階が350坪。350坪の店、はい、持ちたいですね。持ちたいですね。持ちたいですね。350坪。本当に持ってますですね。本当に持ってますよ。で、2階が2階がですね、170坪ですね。はい、いいですね。まあ、合わせて533坪。533坪、今時ですね、この小倉北区で、はい、こんなに大きい坪数を確保するのは、もう至難の技だと思いますので、これをぜひですね、でもちょっと気になるのがお値段なんですけれども。まあ、お値段なんですが、はい、まあ坪計算でいうと、1坪あたり約8000円、坪8000円。坪8000円で、まあ533坪ありますので、計算がちょっとできないです。よろしく。で、金額が294万円。294万円。まあちょっとなかなか厳しい生活方のために、ね、まあ、分割案もご用意しておりますので、はい、例えば20坪30坪ぐらいから、まあ、テナントやりたいとか、はい、特に場所が場所ですので飲食店とかですね、はい、まあ、そういった方されたい方ですね、はい、ぜひとも言っていただければご相談に応じますので。なるほどですね。ぜひ皆さん、はい、授業始めようという方、ちょっと店が見つからないという方、ぜひぜひ。ぜひとも。ちょっと私は一坪8000円だけ借りようかな。一坪、はい。それはちょっと見て。あ、じゃあもう一坪からご一緒。一坪8000円で。ワンフロアじゃなくて、ワン坪。ワン坪で。ワン坪で行きたいと思いますけどもね。はい、ここかなりですね、空いた後気になってる方多いと思うんですよね。そうですね。やってみようかな。ちょっと相談に乗ってほしいなという方は、ぜひぜひ、三国産業株式会社小倉店の近藤隆二さんとイケメンが待っております。頑張っております。行きたいと思います。はい、本日は三国産業株式会社小倉店から、根口彩香さん、そして近藤隆二さんにお越しいただいて、この後はどうされますか？この後は、まあ、ちょっと一緒に花火で、花火って分からないです。9、2人で出るんですか？はい、ちょっと見る方って誘ってください。一緒にどうですか？もちろんです。あ、でも3人は嫌です。2人で嫌です。あ、もう1人よ。あ、そうそうですね。よろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。続いてまいりましょう。クラスで懐かしの93Solo time, 飛び鳴り。